早めに食った方がいいですからね、こういう生もんはやっぱり。うわーたまらんねこれ。いただきます。あーうまい。あーいい、うん、うまい、うん、うん、キャンプに最高じゃないですか。最高だよ。一目が出て、うわーうまそう。あざーす、いただきます。いただきます。うん、うまい。大和が肉皿つまみをいただきます。うまっ。うまいっすよね。うまい。あーうまい。ありがとうございます。すごい取るやん。すごい取るやん。いきなりすごい取るやん。こんにちは。久しぶりやな。いや、じゃあ前会ったけどな。会いましたよ。家の近くで、はい、偶然。あ、近所ない。いや、違う、あの村田の家の近くで俺用事あって、たまたま商店街で急に純さんとか言われて。なんかあれですよね、女子プロレスラーとビリヤードするんですよ。あら、違う違う、ビリヤードの女子プロと対決してる。あ、そうか。勝った。いや負け、だって世界ランク12の子ですもん。負けましたよ。そうかそうか。でもこの高さで寝れるんじゃん、本気出せば。いやマジっすか。使ってみていいよ。ほんまっすか。いいよ。うわこれ無理よな。っていうか山本さん、いや一緒や、合いそう、合いそう。あ、うわ、ぴったりやん。同じやつ、これ DD やろ。行きました。いった。じゃあもう一個使っていいよ。よし、行きます。低くないですか。大丈夫。あ、4個にしよう。ありがとうございます。これめっちゃ低いな。いや、まあいいよ。でもそれ、これやりたいやろ。そうなんだね。お、純一さんもこれにした方がいいんじゃない。二股ね、そうですよね、うん、広いですね。普通真ん中で一本のところが、あれあれ、やる、ちょっと長ない、もっといける長ない、え、長ない、入ってる、出ます。どうだ、これ出てるじゃなくて、あの引っ張ればそこはええけど、はい、ほらいいのこれで。なんかさっきよりはまあ広くなったけど、こっち引っ張ってみたら。さっきなんで？思ってたんとちゃうな。いや、これもうちょい寄せられれば。惜しいな、なんか。うん、あれじゃ斜めに行くんちゃう、実は。でも、いいんちゃう。どうすか、斜めに。斜め、わかる、あのあ、もしかしてかもわかんないです。ちょっと待ってください。そうじゃ、斜め。こう、前と後ろみたいな。
右前と左後ろみたいな。でもこっちがフロントなんですよ。これ前なんですよ。ほいで、うん、ちょっと待ってくださいね、これ。これでもええんちゃう。横がなんかはみ出てる、うん、はみ出てるけど別に、はい、誰も困らへんし。いや、俺ちょっと困りますもん。いや、困らへん。まあ、虫が入ってる時やっぱこの、確かに猫いるし、猫。ああ、猫入ってくる。猫と寝る。猫と寝たないな。もうちょっと寄せ。ちょっとちょっと。やっぱ合うな。ソロテピーにビーフリー合うね。ビーフリー。なんすかビーフリー。分からんけど。このテントかっこええな。ジェイさんも持ってませんね、こういうのね。あ、これ、小川のやつね。あれでも5万やから。あ、そうっすね。結構そうなんですよ。巻き割りの映像いらんでしょ。さあ、これでね、炭火で遠火の弱火で肉をね、めっちゃゆっくり焼くっていうのをやろうかと思っております。さ、まな板忘れたから痛いなぁ。貸そうか、貸そうか。後で借りていいですか。これほぼ使わないですけど、使います、ね、後で借りてい い, い, いありがとう。それから肉あげるから、ありがとうございます。お裾分けで、これ多分うまいから、これ。照らされとるな、いい肉が。さあ、これでね、めちゃくちゃゆっくり焼いていく。ついてないですよ。さすがにこれももうちょい近づけた方が、ごめんね、人の肉にそんな口出して。これぐらい1個。あ、そうやね。これを1個。あ、これぐらいあるとちょうどいいかも。いいかも、うん、こんぐらいのサイズ感の方がええな、やっぱ。え？ガンガン巻き入れますもんね。うん、でかいから。パトニング線でもね。うん。そうなの。だいぶ肉仕上がってきてるよ、これ。あと15分ぐらいかな。さあ、そろそろこの遠赤外線調理ができたんじゃないかということで、1時間ぐらい焼いてるからね、これを取ってあっちで食いますと。レアキャラってきてる。レアキャラ、レアキャラ。さあ、肉焼けたんじゃこれ。あーいって、外国人の方来んのこれ。え、そうなの。うん、来てたっぽい。ほんと？いやちょっとじゃあ、うん、ビール持ってこようかな。この見てる人たちと皆さんと一緒に乾杯を。ちょっと純一さんが1時間かけて焼いた。焼けてるかな、ちゃんと。なんかもう炭火のめっちゃちっちゃいやつで。いや、でもこの内中見るといけそう。低温調理、この間それこそその番組で低温調理の人が来てて、うん、やってたの真似をしてみて、はい。まあ、肉やからそんなまずくはならんと思いますけどね。1時間ぐらいかけたもんね、焼くのに。うわ、いい状態。うわうわうわ、うまそうよ。う
うわー、うまそうやな。うまそう、うまそう。やっぱあれなんですか、その時間かけた方がうまいですか。前その豚肉でそれをプロの人にテレビ番組でね、はい、やってもらった時にめちゃくちゃうまかったんよ。でこれ牛肉でも同じようにやっていいんですかって聞いたら、多分いいと思いますよって言ってたから真似してみて今日。うわほんまにね、こんなちっちゃ い, い, ば い, ばいこんなちっちゃい炭火1個での上にずっとさらして、めっちゃうまそう。食べよう。味付けは、ま、塩だけ、塩だけ好きに食べて。あの塩落ちてたらまたかけて、塩でこれ絶対うまいやん、絶対うまいやつやん。塩でいい。美味しかったらね、ちょじゃあ、じゃあ僕食べてみますね。チャンネルダビッドソンで純一が食べますお、かぶってないですよ。あ、やらっか大体でいいでしょいや、びっくりしたこれ。マジっすか。食べたい。森さん食べて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 。やらかでも、ぶっちゃけしょ塩分落ちてるから、はい、ちょっとだけ塩かけてもええかなって思ったけど。いただきます、はい、うおうやらかやらかいよな。あとこれ俺この赤さもちゃんといい感じやねん。これこの色、あこれ色がもうちょっと寒いですね。なんかすみません、誰かスパチャくれてる。そう、肉ってきてます。ありがとうございます。すみません、スパチャ。ケンさん、ケンケンさん、ケン、うまい、バチバチにうまい。これいいですか、もう一個。これ今の状態で、あ、かわいい、うまいな。欲しいね、うん。まあ、週5回ぐらいですよ、まあ、漫才。じゃあ月2、30、30するんですかね。300 同じネタをやるの。これ新しいの、新ネタも作ったりするんやろ。そうですね、違うネタもしますけど、まあ、作らんとなんかダセーなってくるもんな。なんか飽きてきますやん。飽きてくるね、同じネタばっかりやったら。純一さんでも単独やってますもんね。そう、俺もでも浅草の東洋館月1回は出んねんけど。あ、東洋館出てるんですか。出てる出てる、漫才協会やからね、一応。あ、そうなんですか。漫才協会入って、漫才師でも何でもないけどナイツの花輪に、純一さんおもろいから入ってよって言われて、まあ、ええよって言って月1回は出てて、で、ずっとコロナでできんかった単独、この間久々にやったらさ、はいはい、やっぱさ、3年ぶりにやったんよ、はい、新ネタバーって作って、めっちゃしんどかったな。あの前まで毎年これやってたんやと思って。喉が詰まってるやろ。そう、リハ、と、ゲネで、投資で全部やって、漫才師の単独とちゃうから、俺コントやからさ、一人でちゃうよね。そのきっかけもあるから、はい、全部やんのよ、一回やった後に喉潰れそうになって、でも飛びかけて、で本番もちょっとだましだましやって、開始3、40分ぐらいから大丈夫やってなって、バーンって声出せるような、怖かったマジで。いや、そうです、一人やから飛んだら終わるやん。それはそうやけど、でも一人の楽しさももちろんあるけど、まあ、あるんですけど、たまにあるよね。あるある。こうなんか誰にも言わずに行きたい時にたまにある。でも俺最初ソロキャンプええなと思って、うん、ソロよう行ってましたけど、うん、なんかみんなで聞き出したらそっちの方が勝つよ。いや、勝つです。もちろんこの3人でね、今日も楽しいし、はい、だけどソロスタイルだもんね、うん、スタイルはね。だから今眠くなったら帰れるし。そうだね、そうそうそう、寝てたしね、さっき純一さん。純一さんとカメさんのジャンプ動画も楽しみにしてます。あ、そうそう、あ、俺はさっき動画でも言ったんやけど、はい、ここに来た時ソロ風に撮ってたけど彼女と来てたよって。あ、そう、ね、彼女が8割作った料理を俺が作ったかのようにあげてますよって。片付け間に合わない。かわいいですね。やっぱそうだ、波の音でかいってやっぱすごいな。そうなんですよね。あ、村田ネギと大和卵と、純一の塩ラーメンと。うわ、めっちゃええやん、ありがとう。スープ、急に舐めやすくなる。まあ、動画的に、
湘南に行こうとしてたんですよ。はいはいはい。うん、はいはいはい。めっちゃまとわりついてくるよな。すごいっすね。うん、テントの中入られてんの？やったやった。いやー楽しいキャンプやったな。うん、トロッコ乗れるかと思ったら荷物多すぎて乗れないっていうね。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。